ここからは、延岡市政タイムの時間です。この時間は、延岡市の提供でお送りします。今回は、年度末の窓口業務について、延岡市市民環境部市民課、林田祐一さんにおいでいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、3月は年度末ということで、市役所に来られる市民の方も多くなっているんではないですかはい。 この時期はですね、はい、仕事の転勤とか入学の時期ですので、えー、ご住所の移動の手続きとかで、市役所に来られる市民の方が大変多くなっております。はいで。そのためにですね、3月下旬から4月初めの2週間、えー、日中の手続きが困難な方がいらっしゃいますので、そのために平日は夜7時までの窓口延長。 そして土曜日と日曜日はですね、午前8時30分から午後5時15分まで窓口を開設しております。はい。では、その窓口延長と窓口開設の詳しい日程が分かっていたら教えていただけますか。はい、えー。期間はですね、えー、今年は3月の24日月曜日から4月の6日日曜日までとなります。はい、土日は8時30分から17時15分まで。 平日の窓口延長は夜の7時、19時ですね。夜7時までとなっております。はい、はい。では、この窓口時間の延長や、今日日の窓口開設は、市民家だけで行うのでしょうかはい。えー、実は市民家の他にですね、はい、え国民健康保険課、それから子供家庭課、えー、そして障害福祉課、高齢福祉課、えー、納税課、えー、そして上下水道局の業務課もですね、えー、平日の窓口延長と、 土曜日日曜日日日の窓口開設を行っておりますはじゃあ、助かりますね。はい、この窓口開設予定している各課では、どんな手続きがあるんでしょうかあ、はいえー、まず市民課では、ですね、えー、住所に関するご転入、ご転出、それから転居などの、えー、移動届、それから戸籍や住民票、印鑑証明の発行ですね、えー、それから、えー、国民年金に関するご相談とか、えー、その他の国民年金関係の手続きも受け付けいたします。はい そして、国民健康保険に関するご相談につきましてはですね、えー、国民健康保険課の方にご相談ください。うん、はい。はい。それから、転出なさる際にですね、国民健康保険に加入なさっている方につきましては、原則として保険証を返還していただきますので、ご注意ください。はい、えー。それから、児童手当ですとか、えー、保育所入所に関するご相談、お手続きとか、あと、えー、乳幼児医療費の、えー、医療費の関係ですね、乳幼児医療の手続きなどについては、 子ども家庭科というところで受付いたします、うん、え身体障害者手帳とか、えー、各種の医療制度のですね手続きなどを行う,ことは、えー、行う方は障害福祉課の方をご案内しております、はい、それから介護保険サービスの手続きやご相談につきましては高齢福祉課をご案内していますそれから納税証明などの私税に関する証明は納税課で行っておりますはいではこの期間以外にも時間外の窓口利用はできますか はい。実は市民課ではですね、え、はい、数年前からなんですが、え、年間を通じまして、え、毎週木曜日が祝日でない場合、え、平日の木曜日につきましては、窓口を夜の7時、19時ですね。はい、夜7時まで、はい、延長しております。ああ、助かります。はい。ですからよくお仕事のでですね、はい、昼間に市役所に来られないという方のご相談を受けるんですが、そういった方につきましてはですね、え、毎週祝日でない場合の木曜日の夜をご利用ください、ご利用くださいというふうに、え、いつもご案内しております。はいはい。 またですね、えー、ご注意なんですが、えー、あ、こちら失礼しました。こちら住民票とですね、印鑑証明の発行のみにつきましてですけども、えー、住民票と印鑑証明の発行につきましては、えー、事前にお電話予約をですね、こちらは平日の時間内にですね、電話で予約していただくことによりまして、平日の時間外にですね、 当直室でお渡しするという方法もございますので、もしお時間に余裕ない方はですね、えー、平日の5時15分までの時間内にですね、市民課にお問い合わせいただきますと、詳しくご説明いたします。ああ、これは便利ですね。はい、非常に助かります。はい。ありがとうございます、えー。なおですね、この年度末の窓口の延長と、あと休日の窓口開設はですね、えー、延岡市役所本庁のみの扱いとなっております。えー、伊方、東見、島の浦、南浦の4つの支所と、 それから北方、北浦、北側の3つの総合支所は窓口延長及び休日窓口開設は行っておりませんのでご注意ください。はい。それから現在新庁舎建設のために各課の窓口が分散しておりまして、えー、市民の皆様に大変ご不便をおかけしております、えー。どうか市民の皆様のご協力をお願いいたします。 それから最後、注意事項ですけれども、戸籍の届けにつきましては、ですねこの時間外で受け付けられない場合がございますので、通常は平日の時間内のみの取り扱いとなっております、はい、ですが、婚姻届、出生届、死亡届についてのお届けを、ですねえ<っ>時間外に提出される場合には、延岡市役所本庁の当直室にてお預かりしておりますので、こちらの方をご利用ください、どうかご了承くださいはい。 では市外から転入または市外へ転出の場合に注意すすることはありますか、はいえー、転入・転出の手続きにはです、ねえー、転出証明書という書類が必要です、はいはい、これはです、ねえー、以前に住んでいらした市町村の窓口ですとか、えー、また延岡市から行かれるときは延岡市の方で転出の届け出をして必ず転出証明書を取っていかれて、はいはい、原本をご持参ください。うん それから仕事のご都合なんかでですね、えー、転出の手続きができずに新しいご住所に直接行かれてし,れてしまった場合ですね、えー、移転手続きが、えー、できない場合がございますがその場合に郵送でですね、転出証明書を取ることができますので、えー、その場合は必ず、えー、郵便にてご請求ください<ー>、はい、こちらにつきましてはですね、えー、お電話で問い合わせいただくことも必要ですが、はいえー、もし延岡市のホームページご覧になる方がいらっしゃいましたら延岡市役所の市民課のですね、情報としてお出ししておりますので えー、参照される方は、えー、ぜひご参考になさってくださいは<ー>、はい、それから、はいはい、手続きに身分証明書のコピーをですね、うん、郵便に同封していただくことが必要な場合が多いですのでご注意ください、はいはい、では、引っ越しの時に大量のゴミが出ますよね、はい、では、この通常のようにゴミステーションに出していいんでしょうかあいやこちらはですね、はい、申し訳ございませんけれども実は大量のゴミにつきましては、えーまあ、通常のですねゴミステーションに出さずにですね えー、お取り扱いいただくようになっています。え、うん、対応のゴミを、えー、処分する必要がある場合につきましてはですね。はい、えー、通常のゴミステーションを出されると非常にあの、困る場合ございますので、うん、えー、事前にお申し込みいただきますと、えー、延岡市のクリーンセンターがですね、えー、臨時の収集を行っております。はい、ただし、こちらはですね、えー、ちょっとお金かかります。有料になりますので、うん、必ずクリーンセンターに、え、お電話いただきまして、えー、事前に確認をお願いいたします。えー、この延岡市のクリーンセンターの電話番号は、34の 二六二六三四の二六二六です。また直接持ち込んでいただくこともできるんですが、その場合は、えー、ごしノベオカシの指定のゴミ袋は使わずにですね、えー、市販の透明の袋を使用して、必ず燃えるゴミと燃えないゴミなどに分別いただくようにお願いします。えー、なおこの場合にもですね、えー、処理手数料が必要となりますのでご注意ください。はい。ではその他に引っ越しの際に 必要な手続きなどはありますかはい、えー、他にもたくさんあると思うんですが、えーえー、重要なものとしましてはですね、えー、電気ガス水道がございますのでこちらにつきましては必ずですねお電話で引っ越しすることを連絡されてくださいあはい、そうですね、はいえー、まず電気につきましてはですね、えー、延岡市の地域は九州電力ですので必ず九州電力延岡営業所へのご連絡をお願いします、えー、こちら電話番号はですねゼロ一二ゼロ。 9 8 6 7ゼロ一二ゼロの八六七ゼロ一です。そしてガスにつきましては、ご契約なさっているガス会社の方にですね、必ずお電話されてください。それから水道につきましても、中止と使用開始についてはですね、延岡市の上下水道局、業務課へお電話してください。こちら延岡市上下水道局の電話番号が21、21の6441、 21の6441番になっております。はい、えー。こちらの方にお問い合わせをいただきたいと思います。はい、お願いします。では最後にもう一度年度末の窓口延長と土日の窓口開設の日程をお願いします。はい、えー。年度末の窓口延長につきましてはですね、3月24日月曜日から4月6日日曜日までの期間となっております。 土曜日、日曜日は朝8時30分から夕方の17時15分、5時15分まで、平日の窓口延長は夜7時、夜の19時までとなっておりますのでご注意ください。はい。 えー、非常にあの時間外に開けていただけるというのは便利ですね、助かります。住民票と印鑑証明の発行のみについては、電話予約をすることで、平日の時間外に宿,宿直室でいただけるということでござ、はいえまして、こちらはですね、ええ、平日の朝8時30分から17時15分の通常の時間内にですね、ええ、えお電話で、 延岡市役所、市民課の方にですねまずお電話いただきまして、ご住所とか、ですね、えー、必要事項をお聞きしますので、えー、その上で、えーごえー、時間外に、ですね、えー、延岡市の、ま、宿食、当職の方ですね、はい、そちらに必ず、ご印鑑とですね、えー、身分証明書、うん、これは通常、顔写真のついたものが必要になりますので、はいはい、免許証ですとか、パスポートといった身分証明書ですね、住民基本台帳カードの顔写真付きのものをお持ちの方は、そちらの方へ、えー、一1枚で大丈夫です。はい それから、えー、手数料がいりますので、はい、手数料は必ず事前に確認されて、うんえー、釣り線がないように、えーえー、小銭をお持ちいただくようにおお願いしております、はいえー。ぜひ皆さん、いろいろ手続き大変な時期でございますけれどもこういった時間外のものもありますのでご利用いただきたいと思います林田さん、お話をいただきましてありがとうございました。あ,ありがとうございいままししした。どうぞはい、よろしくお願いします。 今回は年度末の窓口業務について、延岡市市民環境部市民課、林田雄一さんにお話を伺いました。以上、延岡市政タイムお届けしました。